ということで、お手紙動画その4。とりあえずいつも4本撮りだから今日も4本撮りにします。では5分間のタイマースタート。よし、これでも音鳴った時びっくりするね。まあいっか。ではどんどん行ってみます。はい、質問です。2012年の一番の出来事は、2013年の目標は何ですか？去年なんかもうね、忘れちゃうんだよねひどい。でも今ちょうどリクエストアワーの DVD 見てるんですけど、やっぱりリクエストアワーはめっちゃ楽しかったなって思います。本当に楽しかったです。2013年の目標は新しいお仕事をいっぱいすることです。次です。質問があるのですが、握手などでファンの人に言われたりして嬉しかったことはありますか？今後の参考にしたいです。でもやっぱ普通に単純だけど、みえこのここが好きとかそういうことを言ってくれれば嬉しいし、やっぱ褒められたら嬉しいし、なんか本当に普通のことが嬉しいですとか、あと私が出たテレビとかラジオとか見たよって言われるのもすごい嬉しいし、そういうことを言われると嬉しいです。お手紙ありがとうございます。よし、よし、握手会でどんなことを話せばいいですか？あ、さっきと一緒なんでもいいよ。近況報告してくれてもいいし、じゃあ次の握手会の時はなんかお題出そうね。決めた。よし。お。そうなんですよ。だから私めっちゃ貯めてたんで手紙を。クリスマスカードもまさかの入っているという。え。ああ、2月の握手会の時ゆっくり話す方が。あ、違う違う、今日3月だ。今日の握手会で会えましたね。あ、え？充電が切れる音じゃないこれ。大丈夫？ちょっと大丈夫だよね。だって充電器刺してるよね。刺してる刺してる、大丈夫大丈夫。でも刺してても切れる時あるよねとか言ってみたりして。よし、お手紙読みます。お手紙ありがとうございます。よし、よし、どんどん行こう。でも結構読んだね。違う、本当に溜め込んでたからさ。あ、 CD エンドレスになってたんだ。曲終わっちゃったと思ったら1番になったあー、この便箋めっちゃ可愛い。初めてお手紙書きます。だって遊びに来てください。ありがとうございます。お手紙ありがとう。初めてのお手紙です。やった。よし、
そう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 でしょ。ちょ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 。よし。タイマーびっくりするわ。すごいいっぱいお手紙ありがとうございます。ということで4本やっちゃったからこれで今日は終わるんですけれども、またいっぱい動画が載せれるように頑張るので、皆さんまたこれからも見てください。佐藤美恵子でした。皆さんおやすみなさい。